はい、どうもはい、どうもはい、どうもちょっと待ってくお久しださいぶね。りと、私初めが。ましてが、はい。来ました。行けました。行きましたか？はい、大丈夫です。はい。というわけで、いやー、ゆげさんお久しぶりです。そして、お久しお久しぶりです。みみさん、初めまして。ぶりです。初めまはじめして。まして。やしろです。そして、なんと、ゆげさんも初めましみて。みさんそと、う、そう。ちょっと、ゆげはい。ちゃんも、やしろさんも、初めましてなので、よろしくお願いします。お願いします。いやー、でも、今回、そのね、ちょっと誘っていただいたというか、そうですね。はい、あり私がかたらい。お二人に声をかけさせていただいなんて。か、私わかるよ。多分、どっちとも遊びたいなって思ってて、別々に話をしてたら、あ、これ合わせちゃったらいいんじゃないってなっちゃうやつだよ、これ。絶そう対です。そ正解です。ゆげちゃんとやじろさんが絡みがあるの知ってたんで、あ、それなら、このお二人混じって3人でやった方がいいのかなと思っいや、て。それはすごい。やっぱり全員初対面だと、なんかね、ちょっとギクシャクしちゃうかないや、となんか思って。2人なんか知り合ってるって中に、僕は初対面だけど飛び込むぞみたいなのすごいコミュ力を感じるんですいよ。や、なか全なか然。できないですよ。いや、でも、あんまりコラボしてこなかったんで、はい。結構驚かれてます。僕も驚いてます。 あ、リスナーも驚いてるし。そう。リスナーさんも驚いてるから、どうしたの？みたいな、逆になんか心配されてああ、るみ確たかに、今までコラボあまりしてこない。何かあるの？みたいな。い。そう。実際何もないんですよね。なんかいや、なん今か、日、私、あれだよ。まず、チャット来たとき、まあ、日付が確定しました、何時になりましたって来たときに、みっちゃんから、自分ちょっと緊張するので、アルコールの方をたしなませていただきますみたいおな上品でございますわね。感いや、じそんで言な感われじの、お上て、品な感じでは言ってないですけど。でも、その後の、ゆげちゃんの返事もなかなかにすごかったですけど、なんすか？暴走したエヴァンゲリオンみたいになるけど、いいですかっていう。いや、よくねえよ。よくない、よくない、よくない。俺も混ぜてよ、その許可に。ダメだろ。まあ、八代さんは、なんか、いい人なので、優しい、なんか、すべてを包み込んでくれる人っていうイそメーれジがあるん誤で、解ですよ。なん僕のか、器何のしても狭い許人され間るは。かなと思いや、って、ちょっ器と狭いで二す、人で僕は。話を。いやいやいや、八代さん、すぐ怒る。すぐ怒るし。すぐ怒 する。ぐ怒るから。す器ぐ怒狭いるよ。し、すごく喋るから。そうだな。喋るね。喋るんだ。喋りますね。でもまあ、嬉喋りしないんでで。す。喋ってくれる人がいるのが嬉しい。あ、そうっすか。なんか大丈夫？なんか。え？寂しいの？いつも。寂しい思いしてるの。そうね、ちょっと心配になっ大てくる丈わ。夫？大丈夫、お友達。ちょっとじゃあ、いいですか？ぜひ。あ、おい、よくねえよ。湯気さんはダメだって。ダ湯メ気なんさだ。んはダメだって。ダメなんだ。湯気さんは飲んじゃダメだって。いや、もう今日はね、もうガンガン行きましょいやー、そうっすう。ガンガンか。行きあ、ましょう。わかりました。OK っす。はい、もうガンガン行きましょう。ガンガン行きましょうか。ちょっと、お酒取ってきてもいいですか？ え、もう飲んだんすさっか？き。え、もう一缶ケース大、あんま飲み慣れてない人？まだちょっと周り足りないんで、ちょっと一あ、瞬で取ってきます。ちょっと、レディーして、行ってきます。どんだけ一あ、瞬なのオッケー。よ。これはなるほどね。まあ、僕は飲めませんけど。さっきね、配信する前にチラッと話してたんですよね。なんか、八代さんは酔っ払って便所行って帰ってこなくなったことがあそうるそうかそう。ら、配虚空信に、ではお酒飲めそう、虚空に飲まれて帰れなくなったからね。ちょっと、俺が OBS 起動してるときは少なくとも飲んじゃダメだね。帰ってこなくなるからね。次飲んだら炎上するって言ってそう。次飲んだらさすがに さすがに怒られるね。だから、おもろい。飲み系の企画とかね、出てないね。もう、でも自主的にってことだよね。何？マネージャー待さてんか待ら止てめられ待て。あ、てと、るそういうとわかけでじゃはない。ない。自主的、自主的。なんでエコーかけた、今。いい音ですよね。いやー、きっ煽ってと。んだ。私には聞こえてないけど。煽ってんだ。煽ってんだ。俺がさっき、まあ、酒は好きなんですけどね、とかっつったから。飲めないですもんね。飲め自粛。ない。
自粛中ですね。炭酸水ね。でも、はい、あのお酒めっちゃ好きなイメージ。あの、その CR カップの時かな、なんか、うん、めっちゃお酒の話をしたイメージ。あ、そうですね。なんか飲む人だけど飲めないんだ、うん、みたいな。ワイスキーの話してましたね。今回のチャンピオン。あ、ウイスキーが好きなんですか。そうですね。へえ。あの日本のウイスキーの話しましたよね。うん。私、うん、もジャパニーズウイスキーが一番好き。そう、ジャパニーズウイスキーうまいんですよね。山崎とか。あ、そうそう。へえ。ウイスキー飲めないんですよね。あ、飲めないですか。ちょっと私さ、お子ちゃますぎて全然話が変わっちゃうんだけどさ、はい、知り合いにミミちゃんって3人目でさ、あだ名つけたいなと思って、あーちょっといろいろ考えてきたんだけど、はい、ね、うん、普段なんて呼ばれてるの。ミミタヤとか呼ばれてます。あー、ダメだね、それ。どういうこと。ダメですか。売らないし。今日はね、ぜひ考えてきたら、あの、ミーさんでいきます。ミーさん。じゃあ、ミーさんですね。あ、かぶってますね。かぶってますね。ま、ゆげちゃんが全部やってくれるんで。あー、ね、やってくれにします。エフェックスね、してないんだよね。俺もガチで、これガチで俺最強以来触ってないですね。ほんとね、ありえないほどやってないんだよね、うん、ありえないほど僕もやってないですね。戦闘準備を。いきます。私ちょっと気になってたことあるんですけど、八代さんの、はい、その名前、はい、ハッカ、はいはいはい、ハック、ハッカ、ハッカチャンネルですね。ハッカチャ、ハッカってどう、どこから来たんですか。これあの、もうなくなってしまったコンテンツのファンなので、俺がその名を、名を絶やさないためにつけてる名前ですね。わあ、そうなんだ。めちゃめちゃ優しい。悲しい事件が。ハッカドール。うんうん。いや、まあ、昨今のご時世、見取られずになくなっていくコンテンツもあるんで。終わりを見れただけでもよかったっす。キャラかわいい。いや、そうなんすよ。あんまり。やめろ、みーさん、やめろ、やめろ、やめろ。そう、ほら。それ以上、それ。いや、あのね、いや、ゆみさん、わかってるっす。気持ち悪くなるんで、俺もね、ちょっと抑えますよ、さすがに。あ、そういうこと。あ、でも私、あの、安尾さんがオタクなんで知ってるんで。何のこと。やめろ、やめろ。いや、想像超えてくるから。あのさ、危険物を箱を、つつくみたいなリアクションやめてくれよ。珍獣か、俺。え、でもなんか、ヤシロさんとそういうオタク系の話したら、うん、あの、君まだまだ浅いねとか言われそうで。いや、言わないっす、俺。そういう話ちょっとできないなと思って。いや、待って、なんか俺嫌なオタクみたいなさ、ビジョンが定着してるの何なの。なんか割とみんなそのイメージ俺に持ってんだけど。なんかマジで、ガチで熱をこもってるみたいな。いや、そのイメージだから。ヤシロさんは否定はしてこないけど、うん、自分の知ってることを延々と話すタイプ。あ、それ知ってるんだったら、こっちもみたいな感じで話広げてくるタイプ。そうですね。え、でもそういう話結構知りたい。やめろ、待って。ヤギさん何あの、俺のスイッチ入れたらもう止まらん人みたいな。やめろって。マジで。あ、まあまあまあね。いや、ゆげさんには忘れられないよ、マジで。あ、出た、すいません。そうですね、一度ゆげさんには被害を与えてしまったんで。あ、なるほど、はい、トラウマがあるんだ。トラウマです。配信外でだよ。配信外で、配信、もうスクリーム終わりました。よし、はい、じゃあ今日お疲れ様でしたって、次の練習の日程どうしますかっていう話しようと思ったら、そのもう一人のメンバーとヤシロさんが一生鬼滅の刃の話しだして、マジで1時間ぐらいしだして。いや、でもそのなんかアニメとかのセリフを覚えてるのすごいなって、はい、ああ待って、違う、別にこうやって、え、これとかしてるとかっていうタイプじゃもうないですよ、ゆげさん、大丈夫。もうね、もうないんだ。もう大丈夫もうないんだ。さすがに本当にトラウマになっとるやん。そんなになんだ、うん、でも怖いもの見たさで聞いてみたいけどな。
あ、それで、ね、会った時にやってもらって本当に嫌なやつ本当に嫌なやつ、うん、全然2人でやる時にガチで嫌なんだ。ガチで嫌なんだ。私来ないから、うん、もう全然2人の時にやってもらって国に入る気満々。なんでそんな悲しいこと言うんですか。あ、もう全然2人の時間邪魔したくないなって適当言ってる嫌すぎて、うん、いやもう大丈夫すよ、ゆうさん、うん、しないんで。まあ、大丈夫かどうかはそっちが決めるんじゃなくて、うん、こっちが決めるんだよね。あ、すいません。もうガチで嫌や。厳しい。厳しすぎる。ガチで嫌な時のセリフや。こんなに人の心傷つけていたなんて。もうね、すごいからね、本当に、あ、この人話せるぞって思った瞬間のロックオンみたいなすごいからね。あ、そうなんだ。マジで、あ、こいつ話わかるぞって。って思ったらもうすごいもうギュイーンってロックオン決まってもうドド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 ドエヴァンゲリオン。いや、そうじゃん、それこそ暴走したエヴァンゲリオン酒飲んでないのに酒飲んでないのに暴走したエヴァンゲリオンになってまう。すごいんだから。いや、本当に申し訳ないです。悪い癖ですね。ほんで、3回ぐらい同じ話するからね。あ、そうですね、3回ぐらい同じ話しますね。いや、マジで俺の解像度高いですね。マジですごいから。いや、俺のことめっちゃ分かってるな。すごいな。おっしゃる通りです。